ビエンチャン王国ビエンチャン王国は、現在のラオス中部で18世紀から19世紀にかけて存在していた歴史上の王朝。1706年に分裂したラーンサン王朝のうち、ビエンチャンに王都を置いた王朝のことを指す。かつて、ビエンチャン王国が保有していたエメラルドズもともと、ラオスにはラーオ族による統一王朝として、ラーンサン王朝が存在していた。しかし、 1694年にスリニア・ウォンサー王が死去すると、次期国王の座をめぐって、王位継承争いが生じ、1698年にサイオンフェが王位に就任したことで、争いは一応の収まりは見せた。しかし、その過程で追放されたスリニア・ウォンサーの血族などに、過婚を残す形となり、後にラーンサン王朝が分裂していく契機となってしまった。 1706年、スリニア・ウォンサーの孫にあたるキン・キッサラートとインタソームの兄弟がルアン・パバーン王国の独立を宣言した。この時、セタティラート2世には独立勢力を排除するだけの軍力がなく、独立を承認するか外部へ援軍を要請するかの選択に迫られた。セタティラート二世王はアユタヤ王国のサンペット八世に援軍を要請し、翌1707年に、 アユタヤの軍勢がビエンチャンに到着した。しかし、ラーンサーン王朝の弱体化を狙うアユタヤ軍勢は、ビエンチャンから動こうとはせず、結果的に、セタティラーとニセイは、ラーンサーン王国を、ルアンパバーン王国とビエンチャン王国の二国に分断する形で和議を取らざるを得ない状況に追い込まれた。ルアンパバーン王国の分離後、ビエンチャン王国の勢力圏では、ルアンパバーンに、 随する形で離反をくわだて、分裂を目指す動きが各地で大きくなった。この動きは1709年に、ムアンナコンの領主プラ・プロムラーサーの反乱の地に厚で、一旦は混乱は下火になったが、1713年には、アユタヤ王国の計略により、チャンパーサックの地域が、チャンパーサック王国として、分離、独立させられてしまった。セタティラート2世の死後、 1730年に王位を継承したオンブン王は、隣国であるトンブリー王朝のタークシン王が、ビエンチャンの領土であったウドオンターニーと、ウボンダーチャッターニーをオズハンにしたため、1770年にタークシン王へ施設を派遣し、同盟関係を樹立することで国内を安定化させた。しかし、同盟は、双方の思惑から、円滑な進行とはならず、互いの思いに、 わずかなズレが生じていた。1773年、ビエンチャン王国は、ルアンパバーン王国の侵攻を受けるが、この時プンヤサーンは、駐屯地が近いという理由から、同盟関係にあったシャムに援軍を求めず、当時シャムと戦争状態にあった、コンバウン王朝援軍を要請した。これにより、チェンマイで援軍要請を受けたビルマ軍司令官のポースパラは、要請を受けたことを、 ルアンパバーン側へ通達することで、戦わずして争いを平定し、両国を権力下に置くことに成功した。翌1774年に、プンヤサーンはビルマと共同して、シャムに派兵したため、シャムのターク信号は、疑心暗鬼に陥り、ビエンチャン王国を信用しない、表面上だけの外交を行うようになった。1777年、 ビルマの侵攻を阻止することに成功したシャムは、その足でビエンチャンへ侵攻道ーを占領し、ビエンチャン王国を俗領とした。シャムは、エメラルド物や捕らえた、多数の貴族等を、戦利品として1780年に撤兵したが、プンヤサーンは、シャム侵攻時に逃亡したカムクートの地で1781年に死亡した。そのため、タークシン王は、 ビエンチャンの新しい王として、ナンターセン・ポンマラを擁立した。1782年にカサットストックが、ラーマ一世として、チャクリー王朝を樹立すると、ビエンチャン王国はシャムから、大幅な自治権を認められるようになった。しかし一方で、ビエンチャン王国は1787年より、シェンクワーンの領土をめぐって、西山朝との対立が激化した。この対立は、 ゲイアンの解散案によって、ベトナム側に勝利がもたらされ、以後、シェンクワーンは、ビエンチャン王国領でありながら、ベトナム王朝の勢力下に置かれるという、反独立した非常に不安定な地域となった。ナンターセンポンマラオの死後、王位は、弟のインタウォンが継承し、1798年から1799年にかけて、シャムが行ったビルマザン流軍総統作戦へ、 参加した。この時司令官に任命されたフクオ、福王ャオアヌウォンを高く評価したシャムは、1803年に、インタウォンが死亡すると、チャオアヌウォンを、セタキラート三世として大いにつかせた。セーターキラート三世の知性で、ビゲンチャン王国は黄金期を迎え、1807年の新王宮建立、1808年のタートパノム橋の仮設およびシーブンファン寺院の建立、 1824年の千0 0寺院の混流など各地で当時の土木技術の域を凝らした寺院やインフラの整備が行われた。1827年、セタティラート3世は王室会議を開き、シャムの着ー王朝が国内外の情勢で混乱している状況を判断した上で、続国という立場からの独立作戦を提唱した。この作戦は、 福王らの反対にあったが、実施することで決議され、密かに万国への派兵を進めた。しかし、これを察知したルアンパバーン王国や、作戦自体に不満を持っていた福王、ティサラによる作戦の漏洩により、作戦は途中で、シャムに勘付かれる形となり、王とビエンチャンをシャムに占領されることで反乱は、失敗に終わった。反乱失敗後、セタティラート三世は、 逃亡を図ったが、1828年に、シャム軍に逮捕され、獄中で死亡した。シャムは、ビエンチャン占領後、セタティラート三世派による、ビエンチャン王国の再興を懸念し、王都を徹底的に破壊した上で、ビエンチャン王国の主権を、ラーマ三世のものとして、シャムの領土に編入した。これにより、事実上百二十八年に、ビエンチャン王国は滅亡し、 以降は、ラーンサン王朝の系譜を組む王国である、ルアンパバン王国の力が、ラオスで大きくなる。セーターティラート2世、ブンヤサーンナンタセーンポンマラオインタウォンセーターティラート3世。ありがとうございます。